日本の伝統芸能には人の心をハッとさせる瞬間があるものです。それはまさに恋のある瞬間にも似ています。島津亜矢さん、女の舞。信じ
確かめあった活躍した真山一郎さんのヒット曲人情松の廊下を島津亜矢さんの名調子でお聴きください。花の色
早漏堀内源左衛門先生道場で深く知り合いおじおいの実を結んだるこの姿の引くに引けない武士の伊地村上兄弟一門と高田の馬場で果たし合い六十過ぎた拙者には勝ち目は一つもござなくそろ後に残れぬ妻や子お願い申す安部殿そなたじゃが酒を慎み身を納めあっぱれ出世なさるよサバの陰から祈り参らせそろと涙で書いた
辰野下国か。高田の馬場まであと半時、名古屋八幡大菩薩この安兵衛が行き着きまではおじの身の上守らせてまえ。ばあさん、ミスター、水をくれ。石砂巻き上げて中東分ごっとくかけてゆく。これを眺めた大工に社官、どこ屋も八百屋も米屋の親父も魚屋も、それゆけやれゆけ屋さんが大きな喧嘩を見つけたぞ。今夜は奈良服の目を染んだ。後からついてゆく一番後から乗り屋のまさに狂気だ。してよいしょ、こらしょ、よいしょ、こらしょ、よっさんよっさん、喧嘩はよしなとかけてゆく。揃えて切りかかる。哀れ菅野と若殿は次第次第に追い詰められて、すでに危うく見えた時、馬場に飛び込む安兵衛が関の間をろく抜く手も見せず、村上三郎を切り捨てて、竹常がおじの菅野に助立ちいたす。名乗りを上げてさあ来いと脇差し右手左手に電池に構えた二刀流。右に左に切りまくる折しもおじの後ろから切り下ろさんとした時に、はっしと投げた脇差しが背中を貫き、見事倒したありさまはさながら鬼人か天魔の技か。固唾を飲んで見ていた群衆、どっと上げたる歓声
すべは小石を蹴飛ばし砂巻き上げて中等分ごっとくかけてゆく。これを眺めた大国社官どこやも八百屋も米屋の親父も魚屋もそれ行けやれ行け屋さんが大きな喧嘩を見つけたぞ。今夜は必ずこの目を揃んだ。後から後からついてゆく一番後から乗り屋の最強気がしてよいしょこらしょよいしょこらしょよっさんよっさん喧嘩はよしなとかけボブに飛び込む安部が席の間をろく抜く手も見せず村上三郎を切り捨てて決めがおじの巣穴に助け立ち出す名乗りを上げてさあ来いと脇出し右手左手に電池に構えた二刀流右に左に切りまくる折しもおじの後ろから何になった切り下ろさんとした時に走っと投げた脇差しが背中を貫き見事倒した有様はさながら鬼人か天魔の技か固唾を飲んで見ていた群衆どっと上げたる歓声右に左に切りまくる
とは兆しが背中を貫き見事倒したありさまはさながら鬼人か天魔の技か固唾を飲んで見ていた群衆とっと上げたる歓声が高田の牡馬に
せせなくして沈むだろう。黙って男は川になる。風にこぼれた花びらを浮かべて川に情がある。あんな
生をまっすぐに伸びる竹に例え、明日への夢と希望を高らかに歌い上げた北島三郎さんの名曲竹、島津亜矢さんです。
目先の
ことに
ともともって俺は魂のギター弾き、お弾きなすってて手を振って花の都へ来てから5年とんと浮き目のデネオレさこんばんは俺は魂のギター弾きお弾けなすっててめえ宿なしすずめの流れ物にご存知酒場の片隅でそっと笑った空にも人もなぜか気になる泣きぼくろ生まれた幸せを感じさせてもらいました。龍馬様、あなたを好きになる女はみんな私の仇です。誰も好きにならないで。お龍はあなたの血の人しずくとなって知りたいのです。鴨の河原かな
しい。たとえ短い月日であろうと、好きな好きなあなたと結んだちぎり、生きて甲斐ある女町。国が生まれ変わるためには、誰かが死ななくてはならないのですか。春の嵐に散り急ぐ花のように命を惜しまず、あなたも散ってゆくのですか。龍馬様、龍馬様。龍馬、命の石の女、散るを惜しまぬお龍の心、月もご存知、
Oh!
五郎義兼が鍛えた技を万年ダメの雪水に清めて俺には将棋てめえという強い味方があったのだ。心